響き灘と玄海灘の境界部に面する福岡県宗形市の島である。筑前大島ともいい、宗形七浦の一つで、世界遺産の宗形大社中継ぐ、置継ぐ、遥か廃所がある。キャッチフレーズは、神守る島。大島の空中写真。2010年6月3日撮影の26枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。 宗方市本土側の河野港港から北西に約6 5トルの場所に位置する。約5トル東の海上には千島がある。千島、沖の島と共に玄海灘と響灘を分ける島で、島の西側の海が玄海灘、東側の海が響灘である。面積7.17平方キロメートルで、福岡県の離島の中では面積が最大。 島の多くは、丘陵地であり、起伏が激しい。中央部にある宇多木は、島の最高峰。島の東側には、本土との間を結ぶ船が発着する、大島港があり、フェリーターミナルが置かれる。フェリーターミナルのやや南側に、大島漁港、北東側に、宮崎漁港がある。人家、集落はこれらの港の周辺部に集中している。 人口は731人。島内に、宗形市立大島学園がある。1889年の町村聖施工事に、宗形郡大島村として村、村聖を施行。1905年5月27から28日に、かけて、沖合で、日本海海戦があり、大島にも多くのロシア兵の遺体が流れ着いたが、住民らはそれを丁寧に埋葬したとされる。 2005年3月28日に、宗方市に編入合併された。1935年より、下関要塞大島放題として、島内の北岸に45式15センチメートルカノン砲が4門が設置された。周辺に観測所、地下弾薬庫、下半式150センチメートル射光器、発電所などの付随施設も作られた。戦後カノン砲は撤去されたが、 台座などの遺構が残されている。2012年より日本海海戦の戦没者を慰霊する日露の共同慰霊祭が開催されるようになり、2013年11月に下関要塞を島大島放題手前に日本海海戦戦死者慰霊碑が混流された。2017年7月には中津宮と沖津偶、遥か廃所が神宿る島、 宗形、沖ノ島と関連遺産群の一部として、世界遺産に登録された。御嶽山頂には、展望台と中津宮の奥宮にあたる、御嶽神社がある。古代は、中津宮の祭祀場であった。近くには織姫、彦星の社があり、地元では、日本の七夕伝説発祥の地とされる。港近くには、宗形三女神の次女、滝津姫の地を祀る宗形大社。 中津宮がある。北側には、沖ノ島の沖津宮を排する、沖津宮はるか廃所がある。女人近世である沖ノ島を排するために、江戸時代後期に建立された。曇りや雨の日は見えないが晴れた日には遠くかすかに島を拝める。この二箇所は、神宿る島、宗方沖ノ島と関連遺産群の構成資産として、世界遺産に登録されている。また、 大島は、安倍宗党が晩年を過ごし母子した地とされる伝承の地でもある。九州オルレのコースともなっている。島内に数軒の民宿と旅館がある。また島の西海岸には、大島キャンプ場がある。漁業が中心で、小規模な農業もあるほか、島の西側の大島牧場で黒毛和牛を飼育している。 県道541号線が、島南東部のフェディーターミナル周辺部の中心集落を通り内陸部を一周する形で、付設されているほか、中心集落内や海岸部などへの道路もある。島内をめぐる観光路線バス、グランシマール、ミアレ号が運行している。タクシーは2008年4月に、港タクシーが、島内に営業所を設置し、2台を配置しており、 通常はフェリーターミナルにいる。また、フェリーターミナル等でレンタサイクルを借りることもできる。九州本土の宗方市、河野港,港より大島港まで市営フェリー、フェリー大島で25分、旅客船、潮風で15分。ダイヤ及び運行状況については宗方市のウェブサイトに記載がある。その他に民営の海上タクシーなどがある。 AB 離島振興対策実施地域一覧国土交通省国土政策局離島振興課 ABC 小玉克也宗方市大島で日露戦争の慰霊祭日本とロシアの新たな友好と平和の架け橋を2013年11月3日15時35分2018年1月16日閲覧ありがとうございます